いろいろ質問してくださるようになって、自分のことをもっとアピールできるようになったと思います。自分の心に火がついたというか、それで就活やってやろうって気になって。まあ、部活動に真剣に取り組むと、まあ、就職活動でもいいことある。千葉で就職するか、地元に戻って就職するか。将来今後の目標を一緒に達成したいです。用意していたものの半分のものが言えなかったので、まあ、3年生の9月から、就職活動を始めまして、まずは、まあ、いわゆる学生時代力を入れたことと自己 PR のエピソードを作ることから始めました。自分自身3年生の10月にちょうど秋のリーグ戦が終わりまして、そこからやっぱり就活をちょっと始めなきゃいけないっていうふうに考えたんですけど、やっぱりその10月の最初の時点は本当何もわからない状況で、本当キャリアセンターとかに通って面談を受けたり、その中で自分が目指すべき方向性っていうのがだんだん分かってきたので、本当にそれからは本当野球の練習も忙しかったんですけど、野球の練習以外は自分の寮の机で就活をひたすらやるっていうのを繰り返して、野球と就活っていうのですごく充実してたかなと思います。私は4月の時点で公務員と地元の企業2つに絞って就職活動を行っていました。そこで公務員の方は4月から勉強を始めたので、また塾には通わず自分自身で対策をしていたので、毎日ここはここまで終わらせるといった計画性を持って勉強に取り組んでいました。私は航空業界の会社に入りたかったので、福泉エアポート成田地域産業学という福泉校がある敬愛大学に入学しました。こちらのプログラムの方では航空関係の授業があったり、実際に空港に見学に行ったりする授業があったので、そちらの方で航空業界を深く知ることができました。そうですね、まず業界研究に至っては、最初にまず自分自身何も業界について知らないと思ったので、その業界の参考書だったり、その自分でホームページを調べてみて、その大体業界こういう業界があるのかとか、その業界は何をやってるのかっていうのをすごく自分自身紙にまとめてみて、やっぱりそこで興味のある業界をちょっとずつインターンを受けたり、会社説明会を受けたりっていう感じでやってました。まあ、その業界研究を受けしたからこそ、インターンシップの中でやっぱりそのインターンシップの中でそのグループワークとかがすごいあって、そこである程度知識がないとそのグループワークに入っていけないっていうのがすごくあったので、自分自身そこで業界研究しておいてよかったなっていうのがすごくありました。敬愛大学の学生だけ限定で行われている企業説明会なので、企業の方とも説明会が終わった後に少し時間があって、個人でお話しできる機会があったので、そこが幕張メッセなどで行われている企業説明会とは大きく異なる点だなと思って、私も時間があったので個人的にお話を聞いてもらったりお話ししてもらったりしたので、そこの時間がすごく有意義に取れたなと思っています。主に僕が行った勉強方法はオンライン学習無料サービスを使って勉強しました。で、そこだけを使って勉強したのではなくて、そこをあくまでインプットをするっていうのを捉えて、オンライン学習サービスを使いました。で、アウトプットとして、いろいろな企業の、ホームページの模写だったりだとか、あとは経営大学のホームページとかも画像とか、そういうのは手に入らないと思うんですけど、そういった形だけは作れるので、そういった模写をして、理解をより深めていきました。ありましたね。やっぱりその理系と比べて私文系の大学で迎えてたので、やっぱりこう入社もしできたとしてもやっぱりこう力不足になるんじゃないかっていう気持ちはあったので、私で独学でこうプログラミングの勉強をして少しでも足並みを揃えようかと思いました。はい、ボランティアやこう地域のイベントなどといったものはこう大学で、たくさん、呼びかけを行っていますし、面接対策こう就職活動においても、とても、役に立つ
こう自分の一つの武器になると思いますので、ぜひこう周りの友達も誘って、参加すると、とってもいい経験になると思います。3年生になるとインターンシップといって実際に企業の方に自分たちで足を運んで企業の雰囲気を感じたり実際に企業の行っている業務を体験するという活動があります。そこで私は3社にインターンシップとして活動に行きました。実際にインターンシップに行きその後も企業説明会に行った時に顔を覚えてもらうことができてそこから話が進んでいたり実際に早期選考に呼んでいただいたりしたので実際に自分で何度も何度もインターンシップや企業説明会に通うことで自分にとってもどんどん道がつながっていくと思いました。実際に面接の中でもどのようなインターンシップに参加しましたかという質問を受ける機会が多かったので実際たくさんのインターンシップ企業を回ることができて比較もできますしまたここは良かったなど雰囲気も自分の感じたことをそのまま話すことができるのでインターンシップに参加しなければそのような話もできないので参加した方がいいと思います。そうですね、基本的にはマイナビとかそういう就活系のアプリを利用して、募集している企業を探して自分で応募していくっていう2月までインターンシップずっと応募し続けて、トータル10社ぐらいインターンシップに参加しました。インターンシップに参加した方が理由は、自分的に2つあって、1つ目が単純にそのインターンシップ参加した企業で、優遇があるっていうので、例えば早期選考だったり、志望動機の時に、インターンシップ参加したのでっていうのをつけると、説得力が増すと思ってるんで、そういったメリットがあると思います。で、2つ目に関しては、単純にその経験値というところが向上すると思ってて、でそこはもう実際本選考を受けながら感じてたんですけど、単純にその書類を作る技術だったり面接の、受け答え技術というのはもうインターンシップ受ければ受けるほど、伸びると思うんで参加した方がいいと思います。各企業受けてました。全部システムエンジニアの、インターンシップですね。でそこで行った内容っていうのは実際に行うシステムエンジニアの、業務内容だとか実際にじゃあやってみようかということでいろんな目標を定めてでいろんな、成果物を作るのが、インターンシップの内容でした。でその結果、そうですねこれやっぱり本当に自分でそのコードを触ってみてでもう僕もそうだったんですけどエラーが起きたりだとかあとは正解がちゃんと正しく動いたこともあってやっぱりその実際に行ってシステムエンジニアの内容っていうのが大まかには理解できましたのでそこで自分に合ってるかどうかっていうのを大きく判断できると思うので、ぜひともインターンシップっていうのはどの企業でも受けていただければなと思います。自分自身 OB 訪問をしようと思ったきっかけがやっぱりそのインターンシップの中で聞き足りない部分っていうのがすごくあってここも少し深掘りで聞いてみたいなとか思った時にやっぱりその職場で働いているしかもその自分と一緒に就活をもう事前に合格された先輩の話を聞くっていうことがすごく自分にとってプラスになるのかなと思って自分は OB 訪問をしようというふうに考えました。でやっぱり OB 訪問をしたそのやり方というかは本当にそれぞれ別々だとは思うんですけど、自分自身キャリアセンターの方に相談した時にこの先輩はここの支店にいるっていうのを教えてもらってその支店に電話を自分はかけさせていただいたりその会社の人事部の方に直接電話かけてちょっとお時間よろしいですかとすみませんあれだったんですけどそれでかけてもらってつなげてもらったという感じで OB 訪問はしてました。何が役に立ったかがすごく自分の中で一番役に立ったのが面接の時だったんですけどやっぱりその面接の中でその OB 訪問をしたかっていうふうには直接は聞かれないんですけどその自分の話の中でその OB 訪問の話をすることでより会社に入りたい気持ちだったりっていうのがすごく伝わるのかなって面接の時にやっぱり役立ってその印象がすごく良くて
やっぱりそういう面で OB 訪問だったり、その OB の先輩の話を聞くっていうのはすごく大事なことだっていう思いました。イエスの書き方なんですけど、やっぱりその一つのお題が出た時にそれを文章で書くんじゃなくて、最初自分は箇条書きでその時の自分の気持ちだったりをすごく書くようにしてて、そのあなたがもし一番頑張ったことは何ですかってなった時に、最初自分が野球って書いて、そこから枝分かれじゃないですけど、野球の時何をしたとか、これをしたからこういう結果が出たとか、そういうふうにどんどん箇条書きを重ねていったって感じであります。やっぱり最初から文章にしちゃうと、それ以降の文章というか考えが出てこなかったり、その文字数とかも結構限られてくるので、その中で濃い内容にするためには、そのどんどん自分の中でその一つのお題に対して枝分かれして書いていって、それを組み合わせるっていうのがイエスにとって自分で一番いいかなっていうふうに思います。本当に一番就活に力入れたのがイエスと言っては過言ではなくて、12月31日とか1月1日になった時もパソコン目の前にして自己 PR だったり自己分析 その改善っていうのをしてたりして、やっぱりそれぐらいイエスって一番突破するのが難しいもんだと思うんですけど、やっぱそこを突破するにはそういう自分のことを振り返ってやったりしないといけないのかなと思って、そこに一番時間を割いてやってました。書類に関してはワンキャリアというアプリを使って、インターンシップ通過者だったり内定者の書類を見ながら参考にしておりました。就職活動ではそのとにかく面接が苦手だなと思ったので、その履歴書の添削をそのキャリアセンターにお願いしてもらって、箇条書きでとにかくたくさん書いて、それをキャリアセンターの方に見ていただいて、で OK もらったら、その今度は話す練習をキャリアセンターの方にお願いして、で最初は本当に何もわからないから、もう書いてあることを一回話してみてごらんっていうふうに言われたので、書いてあることをとにかく一語一句間違わずにとにかく話す練習をしました。自己分析に関してもやっぱり面接の中でそのなぜなぜっていうのがすごく多い面接の中で、やっぱり自分自身どう答えるかっていうのが自己分析をしたからこそ答えられた部分がすごくあったかなと思います。一次面接、二次面接、最終でやっぱり変わってくるのって、その内容の濃さだったり、その自分がどうしたいかっていうのだとすごい感じてて、やっぱりその後今アプリとかそういうので一次面接の時にこういうことを聞かれたとか、去年はこういう面接だったよみたいなのもなってくるんですけど、やっぱり段階を踏んでいくとその内容が濃くなってきてるなっていうのを自分自身感じてて、そのやっぱり一番は志望動機のところだと思います。志望動機がやっぱりどうしていきたいから、なんでこれをやりたいのっていうのがすごく聞かれた印象があって、でそこでやっぱり自己 PR のことと関連付けたりしていく中で、もっとこうするべきだったなっていう改善点を自分自身その二次面接だったり次の最終面接で生かしていくっていうのを特に自分はやってました。面接に関してはもう自分でまずは一問一答形式で練習を行って、その後友達と面接練習をやってました。面接対策では急に面接対策を始めるのではなくて、日頃からこういうことを言われたらどんなことを言おうだったり、こう面接の上で聞かれることは何だろうというのを日常的に考えて、言ってました。こう自分の力がこの仕事に対してどう活かせるのかだったり、そういった話がこう自分の言葉でちゃんと言える、あとは、笑顔とこう、清潔感、そういったものが大切かなって思いました。なんかこう面接の時では結論ファーストってよく言われると思うんですけども、逆にこうそれを意識しすぎない、こう自然な会話をテンポよく面接官の方とつないでいくっていうのがこう自分は大切だなって思いました。そこにあんまり意識し、こう結論ファーストに意識しすぎちゃうと逆にこう会話がぎこちないものになってしまうので、
まあ、時には大切だと思うんですけども、基本的にはこう日常会話のようにこう会話を大切、この会話のキャッチボールを大切にすることが大事だと思います。自分の考えとかを多く準備しておくことが必要だなと思いました。実際就職活動の面接でも英語で質問をされることがあったので、英語は学んでおいて損はないと思います。KI 大学の模擬面接は、実際の企業の方が、企業の人事の方が来てくださって、本当の面接官のような試験というか講座をしてくれるので、そこで話す練習、自分のことをアピールできる練習にもなって、で実際に話した後にもうすぐアドバイスをくださるので、そのアドバイスを自分なりに箇条書きとか何でもいいのでメモして、で次に活かせる、結論から話して、そこからどうしてそう思ったのかっていう理由を話すことを心がけたおかげで、そこを実際にその企業の方に褒めていただいたので、自分の自信にもつながりました。はい、模擬面接をした時に企業の面接という場が初めてだったので、まず入室の仕方から細かく指導をしていただきまして、すごく緊張したので、自分の用意していたものの半分もものが言えなかったので、今度は倍の量、自分の考えとかを多く準備しておくことが必要だなと思いました。キャリアセンターの印象としては、すごく親身になって話を聞いてくれるなっていうのがあって、やっぱり自分自身面談の時とかが最初に本当に自分がどうしたいとかっていうのがなかったり、その迷ってる部分があったので、その中でいろいろ話を聞いてくださることによって、まあ、自分がこういう業界に向いてるのかなとか、やっぱりその自分自身の意見と他の人からの客観的な意見っていうのはだいぶ違うと思うので、自分は結構本当に客観的な意見を具体的に自分がどうしたらいいかっていうふうに変えていったタイプなので、その本当にキャリアセンターの方が親身になって話を聞いてくださったのがすごく印象に残ってます。私はまず千葉で就職するか地元に戻って就職するか、3年生の終わり頃すごく悩んでいたので、その中で一人で悩むのではなく、キャリアセンターの方々と、キャリアセンターにも何人も人数大勢いらっしゃるので、いろいろな方から意見をいただくことができて、結果的に地元に戻るという選択をできたので、自分から積極的にキャリアセンターに行って話を聞いてもらったり、また添削作業もすごく親身に手伝っていただいたので、積極的に利用していただきたいなと思っています。なかなか志望動機が多すぎてまとまりが悪かった部分があったので、そこを削る作業も一緒に行えたことがすごく役に立ったと思っています。その KI 大学のその模擬面接以外にも、キャリアセンターの個人面接っていうものがあって、それは事前予約制なので、自分で予約して、でその日その時間に個人面接をその大学のキャリアセンターの方にしてもらうので、でその時にもう自分が何を話したいのかっていうのを、もうとにかくひたすら話すことによって、そのキャリアセンターの方がもっとこういうふうにした方がいいんじゃないかというふうにアドバイスをたくさんしてくれるので、面接は何をしたらいいのかわからないと思うので、キャリアセンターの方にもういろいろ相談した方がいいと思います。やっぱりその金融に入りたかったので、それでキャリアセンターが金融学生の内定者さんの事前の面インタビューみたいなインタビューというか、その金融学生が内定してる人とその座談会みたいな形で話せる機会とか
があったり、その Zoom だったんですけど、大体の金融業界の枠組みをその金融会社の会社の人が話してくれるっていうのがあって、でそれがやっぱり自分自身特に刺さったというか、その金融学生のやっぱり内定者さんの話ってなかなか聞けないので、そこがとっても自分にとってプラスになったので、ぜひキャリアセンターは利用した方がいいと感じました。はい、100点です。100点というのはこう、まあ、自分の受けた、ところ全てに合格をいただけましたし、こう自分自身こう自分の力を全て出し切れたという思いがあるので、こう、まあ、ご褒美という点でこう100点を、上げたいです。満足度は100点中100点で、4月から計画を持って毎日取り組んだ結果、2つとも内定をもらうことができて、内定するまで他の人よりは時間はかかりましたが、その時間が自分にとって成長する期間となって、またこれから先地元の企業に就職する中で、就職してからもその経験があったから頑張れるというふうな思いになれました。就職などそういった学校生活について、こう何か悩みとか、こううまくいかないなっていうことがあった時には、こうゼミの先生でしたり、こうキャリアセンター、こう僕自身も使ってたんですけど、そういったところにいつでも相談できる体制が整っているので、こうぜひ活用していけば、こう何かこう自分でつかめると思います。はい、まあ、2つあって、1つ目がまず目標を持ってしっかり取り組むということで、2つ目が質より量だと思ってます。まあ、まず目標というのはまあ当たり前ですけど、まあ、質より量というのは単純にこう質という部分で、まあ、こういうことして、こういうことしてから企業にこうエントリーしようかなとかっていう思ってる人いると思うんですけど、そうじゃなくて、やっぱまずやってみることが大事だと思ってて、でそうやっていくうちに、まあ、質という部分もまあ、向上していくと思ってるんで、とりあえずやってみて量をこなすということが就職活動大事かなと思ってます。はい、そうです、就職活動本当冗談抜きで人生、決まるような活動だと思ってるんで、やっぱもっと早く動き出すことが大事かなと思っております。これはもう決算表を見てほしいっていうのがズバリです。これはこう今決算表だけで聞くとちょっとこう抵抗があって、あまりこう見たくないな、ちょっと難しそうだなっていうような気持ちはあるんですけど、決算表とか IR 資料を見てほしくて、これは何かっていうと株主向けの資料なんですね。なのでこうちゃんと会社側が株主に説明しなければいけない資料なので、そういった資料もあのホームページに載ってます。なのでそういったものを見て、見た上で会社の情報だとか、まあ、状況が分かるので、それを見て、で逆にそれを面接とかに取り入れるために、会社が今どんなことをしているのかっていうか、そもそも決算資料っていうのは将来どんなことをしたいのかで、そのためには今どんなことをしているのかっていうのが明確に書いてあるので、それを見てそれを面接に取り入れて、将来今後目標を一緒に達成したいですっていうので面接をクリアしたっていうのがあるので、ぜひとも決算表 IR 資料っていうのを見ていただきたいですね。会社と自分の相性っていうのは絶対あるので、こう正直数打ちゃ絶対に当たって、でその中から当たった上でもっとより自分のやりたい企業だとか、もっと相性がいい企業っていうのを見つけたらいいのではないかなっていうのは思います。大学自体でそのレベルっていうのは、その入学した時にそのだいぶ決まってると偏差値の分で思うんですけど、やっぱり就活は本当にやった分だけ返ってくるというか、自分自身それをずっと貫いてやってきたので、業界研究であったり自己分析であったり面接対策勉強とかも含めてなんですけど、本当にやった分だけ返ってくるっていうのが就活なので、ぜひその卒業今残っている後輩の皆さんにはそのを信じて最後まで自分がやりきるって方向でやってほしいと思います。就職活動を通して航空関係に就職したいという
自分自身の目標が叶うことができたっていうのはすごくいい点なんですけど、そこに至るまでにやはりおじけづいてしまって、就職の開始がかなり遅れたのはすごく反省点かなと思いました。実際はトントン拍子でどんどん進んでいって、自分が思っているほど就職活動は怖くないんだなというふうに思いました。